川崎 AR とは、川崎重工業が製造、販売していたオートバイであり、シリーズ車種として、排気量別に、数車種が生産されていた。1983年、それまで生産されていた空冷モデルであった、KH125 の、モデルチェンジ版として登場。1960年代のモデル、A シリーズの名を受け継ぐスポーツモデルとなった。 水冷単気筒 124cc の2、ストロークエンジン、続く上級モデルの GPZ シリーズに連なるビキニカウル、金色のキャストホイール、フロントディスクブレーキを装着。最高出力は22馬力。また1986年には GPZ900R を彷彿とさせるフルカウルボディを採用した S が登場した。特徴的な機構としてリスを搭載。 ロータリーバルブとリードバルブを併用するもので、後に発売された KR250 にも採用されている。また最適な冷却水温を確保するため、このクラスでは初めてラジエーターにサーモスタットが装備された。この新機構とビキニカウルにより、メーター読みで時速 120kmα の最高速を誇った。欠点としては、 この時期の川崎車の多くと同様、外装やカウルの素材に、ポリ塩化ビニールを多用していること。耐久性にかけ、長期間直射日光下にさらす、条件下で保管すると、ひび割れや退職が著しくなる。外装部品の多くは、欠品となっている。日本国内では、125cc は高速道路に乗り入れができない。 排気量として人気がなく、モデルチェンジを受けないまま1990年頃に生産が中止された。その後に日本では後継車種は発売されていないが、対川先より AR150、KR150、KRR150ZX が AR125 の派生モデルとして販売された。モトクロッサー KX125 のエンジンをベースに、 川崎と関係の深い月木レーシングより1990年代に輸入販売され2006年頃まで KRR150ZX は生産されていた。国産で真っ先に 125cc 超 400cc 以下の2サイクル中型排気両車の生産を取りやめた川崎が皮肉にも最後まで中型にサイクル車両を販売していた。 川崎 AR801981 年、当時のレーサー KR をイメージしたロードスポーツモデルとして登場。チャンバータイプマフラーの採用で空冷エンジンながらクラス最強の7.2馬力を発生していた。またリアサスペンションには川崎市販車発のユニトラックを採用 120mm のストロークを確保した。50は 実測時速 85km 以上、80は実測時速 100km オーバーの実力を持ち、ロングシートの採用で二人乗りも可能であった。1983年には、モデルチェンジで50.80ともに、2マイナーチェンジとなった。外装はそれまでの Z400FX 風の、ダックテールカウルと三角形状のサイドカバーを、 変更し、GPZ 風のサイドカバーからテールカウルまで一体化した流れるようなデザインに変更された。なお、AR82 はこのままの仕様で毎年カラーチェンジをするだけで1991年カタログ落ちをするまで販売された。1987年に川崎は同エンジン搭載車の KSI を発売し、翌年これを機に AR の日本国内での生産は打ち切られ、在庫のみの販売になる。1991年頃、カタログを使用し、日本での販売は終了した。東南アジアではその後も生産販売が続き、対川崎より、KSR-2 エンジンを搭載し、マグネムルクと名を馳せた水冷エンジンの AR-80 が、1993年頃に、日本にも100台限定で、 並行輸入され販売された。ハーフカウル、サイドカバーと一体化されたデザインのテールカウル、リアスポイラー風のグラブバー、ホワイトに塗装された、マグホイール風のアルミホイールおよび12ボルト、電装など、AR の最終型にふさわしい内容と装備であった。なお現地ではハイガス規制が入る2000年初頭まで、クーレー AR50.80 は、生産、販売されていた。 ありがとうございます。